何も言わず通り過ぎた。雨はこの街に降り注ぐ。少しのリグレットと罪を包み込んで、泣かないことを誓ったまま時は過ぎ、痛む心に気がつかずに僕は一人になった。陰鬱な場所だな。せめてあなたが爽やかに頼むわ。努力しよう。中も外に負けず劣らずの様相だな。興味深い。レネギスから現れたのにまるで質素。どういうことなの。どこ見てもグネグネのモコモコ。何のためかさっぱりだ。これで終わりだ。
この頃ついているみたいだ。凄まじい精霊力だった。バッチリ叩き込んでたよ。ついているみたいだ。なんだか森の中のような、生き物の中のような、不思議な感じがするな。よせよ、変なこと言うの。人工物なんだろ。だとしてもまるで予測がつか、気を抜かないことだ。何かに使えそうだな。
やりすぎたかしら。これくらいがちょうどいい。怪我はないか、みんな。うん、まだ戦えるよ。さあ行くぞ。闇に沈みなさい。こう待って、そんな風。この炎で大物博士、俺の真骨だ。こげ、硬そうなやつは任しとけ。こうも飛び回られてはな。わかってるわ。どうぞ。クラーナよ、ユーハリブ、この弾丸で。ハイトカツ、この炎の中は買い物の方で消えない。私なら落とせるわ。覚悟しろ。そっち狙われてない。グーレン、マジに変更。この炎で買い物の方で消えなさい。我が術で貴様の瞬足を封じろ。いや、しばらく行った方が楽しい。いいから早くして。ハートレス、まとめに入ってくるわよ。はい、なんて倒れてしまう。音にも恨みたくないよ。闇に沈みなさい。爽快をかけるわ。旅くるんじゃ。サイクン、私確実についてる。なんか機嫌いいな。やりすぎたかしら。これくらいがちょうどいい。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。わかった。ひょっと問題なさそうな相手だな。闇に沈みなさい。よし、いい感じだ。これで戦力増強だな。進みにくいな。ここは人が活動することを前提にはしていないようだ。確かに見かけるのはズーグルばかりですね。我々はいわば巨大な修霊機の中にいるようなものかもしれんな。修霊機か。なら差し詰め精霊力を受け止めているレネギスがマスターコアか。なあ、さっきの声まだ聞こえるのか。気になるの？信じてないんでしょ。いや、悪かったって。進むほど強くなってる。道は間違っていないってことか。その声というのはどこから聞こえるのだ。自分の中から聞こえるような、いろんな方から同時に聞こえるような、包み込まれているような不思議な感じ。包み込まれてる。精霊力が関わっているならそれほど不思議ではないな。うん、でも聞いているととても安心するんだ。何でもいいけど、何かおかしなことがあったらすぐ知らせろよ。うん、分かってる。
結構な高さまで登ってきたんじゃないか。柵もないし、落ちればひとたまりもない。気をつけたまえよ。受け止めてやろう。公園の方向を。アクアルイナ。グランマ。エンダー。
者をなめなさい。突っ込まん。乱れなくていいとこを見せる。突っ込まんでしょ。大したないわ。いけるぜ。顔を飛ばれるとやりづらくて仕方ねえ。しよう、頼めるか。まかせろ。しよう、しよう。やったら、ああ、いい動きを見よう。砕けつれ、出せる。あっ、どういうところだ。ポハ中央陣、どうか、いい感じ。気だらけね。出せる。戻っていこう。大岩ごと砕け。確実に進んだ。なんか機嫌いいな。傷はないな。武具が見つかったわ。ちょっと見せてくれ。
破するぞ。蒸発しろ。アクアライナ美的手荒かわいい。これはアイドルネイルって。やれるぞ。この感じは炎だ。炎だ。これで終わりだ。何かに使えそうだな。
あれか。そう、あれがこのくさび全体の力の流れの要。あれズーグルなのか。なんてデカさだ。万人と中枢を兼ねているのか。とにかくあれを通せば精霊力の吸収を止めることができるんだな。どうやら違っていても戦うしかなさそうだ。油断するな。これもレナ技術の産物なのか。何だか生き物だか知らねえが、おとなしく仕上がるってんだ。気をつけ構え。どんな能力を持っているかもわからん。わかってるって。そんなヘマするかよ。アクアルイナ、ドン。ノイタス、私が止めるよ。向かって、氷を。そのまま行け。終わりよ。氷を。クラッシュで走る。エサリクリーン見てるわ。アクアルイナ、もう外さないわ。次は誰が。アガクがいい。任せてくれ。氷を砕けて。これは俺が。イテックアルイナ、エサリクリーン。打ち抜いてやろうか。やっと。相手を見せつけない。近づかれたら手も足も出ないよ。去年私も変わらない。手伝うわ。逃げるわ。まだ刺さない。任せたまえ。アクアルイナ、アクアルイナ、まとめて回復するわよ。敵の上昇直す。秋を過ぎると炎の作り影響が変装する。アクアライナ今耐えろ。相手は引き下げるとでも。恩を抜いて止め。アクアライナ後部相手はまさに俺だ。俺の真骨だ。輝け、アクアルイナ。この腕、敵に回したくないな。あなたの盾も面倒しないなら、二人で敵なすか。任せたまえ。叩き潰す。守り主体かと思ってたけど、脅威を排除して守っている。攻撃の最大の原因だ。逃げるぞ。ハートレスパークル。アクアルイナ、行け。全力で行けそうだ。なかなかに強い。ちょっとは認めたか。別に認めてないわけじゃない。行けるぞ。アクアルイナ、この手はミリ戻る。アクアルイナ、今だよ。アルくん、これで終わりだ。今度は何だ。リベル、危ない、戻れ。Thank you.
丈夫か、リネ。お前泣いてるのか。あんただって。聞こえた。私にも聞こえた。私もだ。声と言っていいかわからないが、確かに。何だったんだ今は。あれはダナの精霊力だった。私たちが聞いたのは精霊力に意志があるっていうのか。わからない。でも覚えている。ビエゾと戦った時に起きたこと。修霊機から現れた炎の怪物のことか。そう、溢れ出た膨大な精霊力が怪物の形を成した。さっきまでこの場にはそれをはるかに上回る精霊力があった。精霊力がたくさん集まると実体や意志を持つというのか。かもしれないというだけよ。マスターコアには修霊機より多くの精霊力が収められているけど、そんなことは起きていないし。だがマスターコアや修霊機にそれを抑える仕組みがあるとしたら筋が通るのではないか。確かに炎の怪物が現れたのはビエゾの修霊機が壊れた直後だった。さっきのズーグルにも同じ機能があったが、扱う力が大きすぎて抑えきれず、それをリンウェルが感じ取った。でもだったらなんで消えちまったんだ。精霊力はたくさんあったし、邪魔してたズーグルもいなくなったんだろう。おかしいじゃないか。ごもっともだ。仮説を進めるにしてももっと裏付けがいるな。それはそうと、大丈夫かね、リンウェル。なんで私が最初にあの声を聞くことができたんだろう。リンウェル、もしも、もしもだよ、それが私の血のおかげだったら。あ、ごめん、変な話しちゃった。さ、早くここを出よう。本当にちゃんと止まったかどうか確かめないと。またあのグネグネの中を通らなきゃならねえのか。行きと違って下りな分楽よ。そっか。あなら筋肉痛は下りの方がなりやすいそうだ。マジ？さっきお前なんか言いかけなかったか。え？ああ、うん。別に話したくなきゃいいけどよ。うん。あのね。おう。ごめん。やっぱりいい。なんだよ、はっきりしねえな。うわあああああああ、分かったって聞かねえよ。ダメ、ウルル。ごめん、まだうまく言えない。いや別に構わないけどさ、あんまし抱え込みすぎんなよ。うん、ありがとう。
酒が飲めそうだ。砕けて
私の手が必要か。止める。やれるぞ。レネギスへの光は止まったようだな。ひとまず破滅は回避できたってとこか。でもまだかすかに力を感じる。完全には死んでないみたい。わかるのかリンネル、なんだか前より感覚が鋭くなっていないか。あの声を聞いたからとか。そうなのかな。でも悪い気分じゃないよ。完全に死んではいないか。これ以上は破壊し尽くすしかなさそうだな。城一つ解体するようなもんだぜそいつは。でもそれじゃこの後はどうするの？レネギスに行こう。くさびを止めて破滅を逃れたといっても所詮一時しのぎでしかない。
レナにダナを諦めるつもりはない。あれがその証拠だ。それにレナス・アルマのこともある。何かが進行している状況に変わりはない。だけどどうやってあそこに行くの？レナの星船はどうだ？どこかに使えそうなのはないのか？星船はスルドグリガの開始と終わりにしか使われないし、通常はレネギス側にある。君たちが思うほど我々は自由に行き来しているわけではないのだ。それじゃお手上げじゃねえか。ダナにはそんなものを作る技術はないし、レナ人の協力があったって今からじゃいつになるか。レネギスから降りてくるのを待ってる方がまだ可能性がありそう。待て、アルフェン、お前はレネギスから星船に乗って戻ったと言ったな。ああ、そうか。おいおい、まさか300年前の話だろ？だがアルフェンが目覚めたのはほんの数年前のことだ。なら少なくともその時までは動いていたはずだ。うん、君はどこに降りたのだったかな？そのあたりの記憶はあやふやなんだ。ただ気がついた時にはカラグリアにいた。だから他の寮ということはないと思う。幸いカラグリアは古巣だ。つてを頼ろう。いよいよなのだな。ああ、レネギスがあそこにある限り避けては通れない。カラグリアのつてって誰のこと？ネアスだ。彼なら何か知ってるかもしれない。まずは船で陸に戻ろう。まずはウルベゼクに向かいたい。君たちの出発点か。俺の親父の…さ…大丈夫？苦しそうだよ。少し船に酔ったみたい。嘘だよ。嘘だって言ったの。シオンって感情が顔に出やすいもん。あなたに、いえ、そうね、ごめんなさい。アルフェンのこと？彼だけじゃないわ。話せないこと？私はあなたたちとは違うから。違わないよ。うん、うん、初めて会った頃だったら違うと思ったと思う。でもそうじゃないよ。私とシオン、違わないよ。それにそんなこと言ったら私だって違う。ダナ人なのに魔法使い。言ったでしょ、迫害を避けて隠れて暮らしてたって。人はそれぞれ他人には分からない辛さを背負っているからな。お前たちが話しているのを見て気になってしまった。おせっかいとは思ったが性分でな。すまない。私と話したって面白いことないはずよ。迷惑か？そんなことは。お前が何か思い悩んでいるのは見ればわかる。お前のことだ。どうでもいいことで悩んだりはしないはずだ。それを無理に話せというつもりはない。私はレナ人ではないし魔法使いでもない。王でも
巫女でもスルドでもない、ありふれた元奴隷に過ぎない。それでもお前の力になれたらと思う。仲間だもん。私もあっちの男どももみんなそう思ってるよ。それに私たち友達でしょ。前にアルフェンにも言ったが、お前は一人ではない。ありがとうリンウェル、キサラ。さて、そろそろ私はおいとましよう。どうもこの船というやつには慣れなくてな。私も行くね。男どもがまた変なことしてないか見てないと。特にローはちゃんと見張ってないと何しでかすかわからないんだから。でもだからこそ私は。一息つけそうだね。シオン、いよいよ変だよ。ああ、ひどく思い詰めているようだ。ねえ、やっぱりアルフェンに行った方が良くないかな。私もそれは考えた。だが、何に悩んでいるのであれ、一番知られたくないのかもしれない。もしシオンが隠したいと思っているなら、それを私たちから伝えるわけにはいかない。うん、言えない。言えるはずがない。私はどうしたらいいの。見覚えのある景色は安心するな。今日は屋根の下で休めそうね。
装備は見直した。たか。金槌の音っていいよな。でも外にはズーグルがいるしな。急ごうぜ。あの牛じゃない？ズーグルに囲まれてる。やいやい、アブ君をいじめるんじゃねえ。容赦しないわよ。闇に沈みなさい。飲み込み戦場を裏切るわよ。敵に乱れが見えた。なんとかいけそうだな。だが極めて相変わらずの手際ね。そっか、変わってないのか。よっしゃ。あ。
ちがローの出発を見守ってるよ。くらいだぜ。俺をそんなに慕ってくれるのは相思相愛だね。さあ、目的地に着いたわよ。悩みがありそうな人を見かけました。旅は道すに喋る人間ね。カラグリアか。ずいぶん懐かしく感じるな。あの時はジルファもいたっけ。親父。しんみりしないの。故郷なんだから胸張って。以前に比べて住民の顔が明るくなったわね。ああ、空気が随分変わった。いち早く解放されただけのことはある。ジルファが見たら喜んだかな。そうだな。でも今はローが。ロウ、ロウ、どうした？いや、なんていうか、ちょっとさ、出奔したことまだ気にしてるのか。俺にとっちゃ見捨てた間に解放された故郷だからな。そんなこと気にしてる場合じゃないって頭じゃ分かってるつもりなんだけど、やっぱちょっとな。まったく次から次へと。みんな少しは自分の頭ってものを。ねえアズ。なんだこっちは今アルフェンか。なんだか大変そうだな。相変わらずさ、レナの残党にダナ同士の縄張り争い、おまけに厄介事の相談は全部俺たちに頼りきりとくる。そこに来てあのお空のお引っ越しだ。どっかで聞いたような話だな。まあこっちのことはいい。
何か用があって来たんだろう。ああ、古いレナの星船を探している。何か情報はないか。星船？何のためにそんなものがいるんだ。レネギスに行くためだ。レネギス？正気の沙汰に聞こえないぞ。お空のお引越しを見た後でもか。わかったよ。だが俺もさすがにそんな心当たりはない。記録みたいなものでもいいんだ。古い書物ならいくらかある。見せてもらうことはできるか。いいだろう。ありがとうネアス。一通り読んでみたけど、一箇所だけそれらしい記述があったよ。大きな流れ星が山の向こうに落ちたって。時期もレナの進行の少し前。それなのか。わからないけど、他にそれらしいのは見当たらなかったから。ベルクっていうのが地名っぽかったけど違うかな。ベルク？心当たりがあるのか。カラグリア有数の火山だ。つい最近流れ星が落ちるのを見たっていうやつがいたんで調べに行ったところさ。最近になってまた流れ星が落ちたっていうのかよ。もしかしてあの時見た4つの光の一つ。いけるんだな。道を教えてくれ。ジオーネ廃坑道だ。通行止めになっていた通路の一つが火山に通じていた。そこを使え。だが用心した方がいい。流れ星と関係あるかわからないが、途方もなく巨大なズーグルがいたんだ。あんな化け物見たことがない。巨大なズーグル。遠目に見た時点で引き返したんで詳しいことはわからないが、行くなら十分気をつけろよ。よし。ネアスが言ってた化け物の話、なんかヤバそうな感じだったな。だとしても行くしかない。ジオーネ廃坑道を抜けてベルク火山だ。行くぞ。あら、リンウェル、フルルの元気がないようだけど大丈夫？少しバテてるみたい。フルルはシスロディアの生まれだから。ああ、それでなくてもカラグリアは熱いもんな。ははーん、読めたぞ。お前雪国生まれだから白いんだな。ダナフクロウは育った土地の精霊力の影響を強く受けるから、生まれた場所と外見は関係ありません。フルルが白いのはまだ子供だからだもんね。フル、住む土地で色が変わるのか。不思議だな。ずっと一緒に旅をしてるし、成長したらどんな柄の翼になるか楽しみなんだ。白のままっていうのもいいと思うけど、変わってしまうのね。わかった。右と左と頭と尾羽と腹で色分けするんだろ、地図みたいに。ほらあらだだだ、急に元気になりやがった。ローが変なこと言うからでしょ。フルルにも美意識はあるんだから。美意識か。なかなか見どころがありそうだ。おー、キュオハリム惹かれています。目的地に着いたわよ。
随分と熱いな。やるしかない。行け。うっ。よし、盾も鎧も傷はないな。雰囲気が変わった。油断するな。ジオーネ廃坑道か。久しぶりだ。ここで初めてシオンと一緒に戦ったんだよな。あなたが初めて私に触れた場所でもあるわ。そうだったかな。ええ、そうよ。ここがベルク火山に通じる道か。いきなり溶岩とか流れてきたりしねえだろうな。心配屋さんの頭には落石があるかもね。俺の真骨だ。
そこまでだ。フラビタスレジャー、守りは固いな。突破口を開け。あ、フラビタだよ。アイゼン、これで終わりだ。甘いよ。とどめだ。まだよ。しよう。バッテンゼン、やったな。ああ、もう一回いい動きだった。氷をフラビタスレジャするな。これで野菜や果物も肥料にされるのは勘弁願いたい。ここは抜かせ。二鉄嵐サザイヤンカー任せろって。アイゼントリネード攻撃に出る。歩かないわ。うん、二鉄嵐アイゼントリネード。二鉄嵐こう飛ばれるとやりたい。届かない気をしよう。相手も10頭違うか。確実についてる。なんか機嫌いいな。で行くぞ。闇に沈みなさい。手に転じる。フラビタスレジャーに止める。ラストタイム。この分闇に戻る。アクアルイナ丸まったら俺の出番だな。アクアルイナスピード。プランマテーラ。俺が防御する。ようやく出番だね。他にもいろいろできるし。アイストルネード入るな。届いた。みんな、まだいけそうか。ああ、問題ないぞ。顔ヒリヒリする。喉渇いた。ほら、水筒飲みすぎるなよ。ありがとう。シオンも飲むか。ああ、食べる方がいいか。大丈夫、結構よ。痛いし、汚れるし。突破するぞ。凍てつく嵐。マジンジャー。科学がいい。マジンジャー。はい、マジンジャー。成長が。不良の偶然をやろう。凍てつく嵐。どんな戦いだろうが、この手に取る。凍てつく嵐。マジンジャー。弱点を狙います。凍てつく嵐。乱れなく接続の凍てつく嵐。凍てつく嵐。今だよ。リュウハイム。この弾丸で。ナイトカズ。なんとか勝てたね。この調子で進んでいこう。うん、無理せず油断せず。
アイストレーダー、これで終わりだ。天才ひざ
気だらけで見せる。落ちる。裏切ったスレイヨン。スレイヤーの光を見込む。裏切った。当然の結果よ。気をつけたまえ。落ちたら骨も残らん。冗談でも押すようなまね。気はするんじゃないぞ、ロウ。俺は子供か。勝利だった。ティオハリム、あんなゲートを持ってたんだけど、岩と植物じゃ全然違う気がするんだ。そうでもない。どちらも地の精霊力が関わっている。幸いここは火だけでなく地の力も豊かだ。
いつまでここにいるつもり？いや、この先に備えてだな。あのバカでかいの、あれがネアズの言っていた化け物らしいな。リンウェルの言うように、くさびから発射された4つの光の一つなのでしょうか。だとしたら目的は何だ。くさびはダナの精霊力を集めていた。何にせよ町に迎えでもしたら大変なことになる。それにあいつを倒さないと先に進めそうにない。やるぞ。そうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。来るぞ、構えろ。避けなきゃ。逃げた連中を荒くしないな。何よ、怖いの？ちょっぴりな。お前は？私は、ものすごく怖いわよ。だったら口を閉じて集中しろ。死ぬぞ。ズーグルを呼び出した。やつを警戒する。片付けるわよ。アイストルネード、イケスクアラ、ハオレノ、攻めるぞ。アイストルネード、イケスクアラ、諦めて、発進。撃つ、当て、まとめて回収するわよ。あの屈伸、致命傷になりかねない。それを見せるのが私の役目だ。アイストルネード、イケスクアラ、ハオレノ、俺が、アイストルネード、イケスクアラ。アイストルネード、飽きたないわ。イケツクアラ、エッジョガ、イケツクアラ、イケツクアラ、イケツクアラ、アイストルネード、止められたか。イケツクアラ、アイストルネード、イケツクアラ、アイストルネード、イケツクアラ、アイストルネード、アイストルネード、イケツクアラ、アイストルネード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 、アイスト
トルネード一気に終わらせるわ行きなさいアドレビートオブリア撃つもう一発さらに撃つか再開援護振らなきゃよアルクこれで終わりだ今撃つよナイスが撃ついてるじゃそうどこだ続けて上がれどこだ断罪どこだやっと引っ張るすごいまとめて回復するわよこいつは俺がハートレスパッチ行けそうだよくわかんないアイスが撃つ埋めるいいイテスクアラス俺の真骨頂深刻な体に無料の無料のイテスクアラス私に任せてイテスクアラスアイストルネード甘いわね見つけてやろうかこれで大丈夫これで終わりだ大地がうずいている また出てきたぞやむまで倒すしかあるまい相手の術を使うかそっちは私に任せてトドだアイストルネード精霊力全開いっけー尻も残さないわ当然宿ってねうっすらなきゃいけ光を見つけなきゃ光を貫け光を貫け捕まえよ無駄よ無駄よこれで大丈夫ハートレスサークルよし行ってくる増援だ邪魔はさせないわそれ私から落とせるわ大関君いないから私を狙うトルネード今こっちに向かう敵に何とか消えにせるトルネード大関君外さないわ止めておく豪快よ燃えろまとめて回復するわよまとめて回復するわよ。
みんな無事か？ええ、なんとか。肝が冷えたぜ。他のズーグルとはちょっと様子が違ったな。ああ、アウメドルが連れてたのとも違う感じだった。精霊力の属性の偏りが極端だったよ。スルドみたいに楔から現れただけあって、精霊力を集める上で何か役割があったんだろうか。生ける修霊機か。場所が場所だけにあり得るな。あるいはスルドに代わる新たなダナ制圧の先兵か。いずれにせよ、今のが4つの光の一つであったなら何かしら防いだことにはなりますね。苦労させられたし、そうであってほしいもんだが、とにかくこれで進める。行こう。じゃないか。金槌の音っていいよな。アルフェン、何かまた思い出したのか。いや、だがこの星船には見覚えがある。間違いない。これに乗って俺はレニギスを脱出したんだ。300年経ってもしっかり動くような。中を見てこよう。すごいな、本当に壊れてないなんて。確かに過去から来たんだな。私たちがいるよ、アルフェン。
それにあんたに助けられた大勢の人々もな。その通りだ。誰かが簡単に他の者の代わりになれるなどと言うつもりはないが、お前は一人ではないぞ。あ、ありがとう。動きそうですか？うん、損傷も劣化もなさそうだ。ただ長いこと休眠状態になっていたせいで、発信できるようになるにはしばらくかかりそうだ。しばらくってどのくらい？機械いじりは専門外でね、正確なところは断言しかねる。ここに来て待ちかよ。待つの苦手なんだよな俺。子供なんだから。あ、でもさ、だったら今のうちに準備とかしておけばいいんじゃない？確かに、レネギスからすぐ戻れるという保証もない。リンウェルの言う通り、備えは万全にしておくに越したことはない。あまり留守が長いと解放してきた国の様子も気になりそうだぜ。寸刻を惜しんで先を急ぐか、孝子の憂いを断つか、どうするかはアルフェン、君に任せよ。分かった。なんだか不思議な気分だよな。何が？だってよ、この戦いを始めた時レネギスに行くなんて想像できたか？それも親父のやってることに反発してた俺がだぜ。ジルファが聞いたら驚くだろうな。案外呆れたかもよ。我々は300年続いた体制に挑んでいるのだ。いずれレネギスとことを構えるのは想定内だったはずだが、あなたと違って私たちは一度もレネギスを訪れたことがありませんから。シオンやデュオハリムには悪いが、俺たちは旅行に行くわけじゃない。分かっている。楽観はしていない。レネギス、そしてレナ本国がこれ以上ダナに干渉しないようにする。やはり戦いは避けられないのでしょうね。話し合うことはできないのかな。レネギスの連中とか？うん、私たちだってシオンやデュオハリムと仲良くなれたよね。私たちだけじゃない、メナンシアや他の国にだって。だったら何とも言えんな。過去の支配を当然と思っている者は多い。一度もダナに降りたことのない者もいる。果たして彼らがどう応じるか。血を流さずに済むに越したことはないが、くさびのこともある。最後は向こうの出方次第だ。だよな、また黙ってやられるわけにはいかないし。うん。それと例の赤い女もレネギスにいるかもしれない。とすればレナス・アルマもだ。レナス・アルマ、あれがあれば今度こそシオンは。シオン？ええ、そうね。シオン、どこに行ったんだ？一人で離れるなんて。
you